沢村のレンチャンです。トンの3曲一本場。沢村は今期の目標で、とにかく日和見の麻雀はやめるんだと。とにかくこう攻撃したいというか、こうなんて言うんでしょうかね、はい、戦わなきゃいけないっていうのがこうすごく伝わる意気込みを書いておりますので。中盤から切るんだ。さあ、親の沢村、ドラの3品がドイツですか。かなりいいハイパーに見えましたね。いいハイパーなんですけど、 G1 はい、ちょっと、いわゆる狭くは受けましたよね。見たってことですかね。これただ G1 若干こう失敗にならなければいいなというような、ちょっと単葉が見える手なので、はい、ちょっとなんか G1 もったいない感じがするんですけど、どういう意図で打ったかですかね。まあ自然に言いそうとかが良さそうではありましたね。武井氏はこれ国士模様ですね。ちょっと苦しいですね、武井さんは。さあ、ドラドイツのおっとりアンマン重ねた。リアンマン重ねてもまだちょっと単ヤオの方が近いかな、そうですね、って感じはちょっと受けますけど、この手配ですからね、チーマン持ってた方がまだ良さそうな印象ですね。さあ、これで一歩前進。沢村、ドラ統一の手配ものにできるか。阿久津さんはおそらくポンテンは取るんじゃないかなと思います。チュンのポンテンは、チュンのポンテンでシャーとローソのシャンポン待ち、さあ沢村、これは分岐点ですが、こうなった時に嫌ですよね、選ばなきゃいけないの。あ、ローピン切り、これは統一手、見切ってメンツ手と、こちらの方がやはり自然ですかね。はい、はい、自然ですね。まだ両手、あ、難しいな、難しいですね。となるとチーソー切りとかになりますかね。ちょっともったいないですね。それ狭くなりそうですね。さあ、竹石徐々に進んできましたね。これかぶりがないリャンシャンテンですね。実質イーシャンテンと言っていいでしょうか。まだ生きてるんですかね、いっぱい。あっと、これ13面茶イーシャンテンじゃないですか。すごい、これやばいじゃないですか。これだからもうすごい次、そうですね、13面茶イーシャンテン、ね、初と、てか初ですよね、初が来れば13面茶。え、すごい。でも何引いても、あー、この初があってなりますね。ただこれやってたら、あー、初が今切られたとこ、止まんないよこれは。でも今切られたとこだからもう止まらない、な、うん、止まらないはず。ただ白つもぎった、そうですね、白つもぎったからちょっとあれかもしれないけど、いやー、たったの一巡間に合わなかったこの初。さあどうだ、あ、テンパイだ、これ大物手だ。沢村6球総出リーチに行く、初さらに止まんない。いや、どうなる、初対6球総1回戦からものすごい見どころが来ました。さあ、国士無双天敗竹石、初は場に2枚切れ。これも和久津さんは打たないですね、おりましたからね。さあ、ちょっと私興奮しております。清水さんは嘘かな、今通ったから考えてますね。まだ竹石がつもぎった牌が現物のパーソーナだけにっていう感じですよね。この数層も未だ現物。さあどうなる。あと2枚いますか。いますね。やばいですね、これは。ただこれ6級層もかなり、あ、テンパイだ、テンパイだ。さあ、清水が追いつく、ドラ統一なだけにここは3万切って勝負。3ピンとウーソー、6級層もかなり薄い。あ、流れた、あ、6級層流れた、やばい、やばい。3、4、5、6、7、6球層残り1枚かな。え、もうそんなしかいないんですか、はい、え、じゃあ初のがいる、初が2枚、3品はいないし、いやー、どうなる。ウーソーは、ウーソーも、うわ、積もった、あ、竹石初を積も上がる、国士無双の積も上がり8000、16000。いや、これは大きな上がりが出ました。いや、これは嬉しいですね。初切られ、切られる、そうですね、テンパルですからね。はい、13面茶のイーシャンテンから、当たり牌の初を2枚連続で切られましたが、テンパイした後初を積も上がる。いや、沢村も十分な勝負手ではあったんですが、ここは竹石の積も上がり、国士無双、大きな上がりが出ました。